関連グッズが全く売ってないのは大魔城だ。こんにちは、アスモンジャーです。今日はブレバンで売ってそうな大魔城っぽいリアルウォッチを見つけたので見ていきます。まず時計はこんな感じです。なんかこれがタグがついているのでちょっと取りますね。あとはベルトにビニールが巻かれてます。ちょっと取りますね。取りました。1000円ぐらいの安物なんですけど、なんかちょっと大魔城っぽい高級感があります。具体的にはですね、このちっちゃい丸のやつですね。これが大魔城のこのデコのとこ。これに似てると思いました。あとは、この、ここですね、この、何時のやつの、ここのところが、大魔城もなんかこういう感じと、ちょっと線が入ってるんですよね。この辺が似てると思いました。もしこのちっちゃい丸がですね、まあこうですね、こう上についてたらもう完璧だったんですよね。それもあったんですが、それは結構高かったです。なのでちょっと安い方買いました。ちなみにこのちっちゃいケーキ類はですね、まあ本当のダイバーズウォッチとかだったら、まあ潜水時間とか、深さとかですね、そういうなんかそういう計器類なんですけど、残念ながらですね、まあこれ安物なので全部3つともダミーですね。なのでですね、こことここのボタンは押せないです。もう食玩とかガシャポンのライドウォッチみたいですね、押せないんですね。唯一動くのはここですね、これ。時間変えるやつね、これを引っ張って、こう回すと時間が変えられます。これしか機能しないですね。ちなみにこれは、ここ。なんかやたら頑丈そうなこのベルトのやつですね、これ。ロック。これ解除したらこう開くんで、実際につけることができます。あ、ちょっともうギリギリかな。あれ？あ、あれ？え？あ、ここ、これ、ね。よいしょ！つけられたんですけどね、ちょっとかなりゆるゆるです。外人のごっつ腕向けでしょうかね。ちょっと日本人がこれ実際に使うんだったら、ちょっとこれ特殊工具を使ってベルトを短くしないとダメですね。いやー、こんなでかい。よいしょ。一応ウォータープルーフって書いてあるので生活防水はあるっぽいです。一応自分が買ったやつはこれです。 Amazon で1180円でした。送料も無料なので安くていいんですけど、残念ながらですね、海外発送で届くのに3週間ぐらいかかったので、そこだけ注意が必要です。腕時計で検索して、価格の安い順番にすると、1ページ目の最後の方ですね。あ、最後の方に出てきます。他にもこれとかですね、大魔城っぽい時計は結構いろいろあります。あとはこれとか、金ピカでゴージャスですよね。ただですね、このちっちゃい3つが上にあるやつはなかなかないですね。あったとしても金色じゃなかったりするんで、その辺が難しいですね。というわけで、大魔城っぽい時計で遊んでみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。